箸の蚕食堂へようこそ。今日は7月の10日です。私は15頭の蚕を飼ってきていますが、こうやって葉っぱを食べている幼虫は残すところ3頭となってしまいました。みんな元気です。こいつね、すごく大きいんですよ。だいたい8センチぐらいあります。もうそろそろ糸を吐き出すのじゃないのかなと思って見ています。今ちょっと休憩していますね。最近休憩しがちです。葉っぱをそんなに食べなくなってきました。そしてこちらの葉っぱを食べている1頭と、こちらの葉っぱを食べている1頭は、おそらくね、最後の方にドチビが、心配していたドチビが2頭いたんですけど、そいつらだと思います。元気いっぱい食べているところです。楽しみですね。ちょっとね、寂しくなってきました。葉っぱをそんなに取らなくてよくなってきたので、でもついつい葉っぱたくさん探しちゃうんですよね、あちこち行くと。では次。ちょうど今朝から繭を吐き出したこいつはメリーですね。私ね、名前をつけてるんですよ。こういうふうに。メリーじゃなかったよ。間違えた。ピーターですね。なぜならば、これ7月10日朝の8時。今朝の8時から吐き出してこんな感じですね。ピーターパンのようにね、大人になりたくないって言って、すごく反抗してたんですね。反抗というか、このまぶしに入りたくないって言って、何回も脱獄してました。やっと落ち着いて糸を張ってくれるようになりましたが、のんびりさんですね。それか、今日はとても暑いので、ぐったり休んでいるのかもしれません。こんな感じで。今は表面上だけ、糸を張っています。では次。こちらは7月7日の七夕の日から連日繭を張り出した蚕たちです。奥の方が1番、2番、3番。で、手前の方がこいつがメリーだな。新しい11番となっております。もうね、この1番2番は七夕だったので、織姫とか彦星とかいう名前につけてますけれど、3日目なんですね。ちょっと見ていきましょう。3日目になるともうすっかり繭のようですね。というか繭ですね。ちょっと出してみますね。逆光になって見えにくいかな。こんな形です。これは織姫と言っています。もう全然中が見えないですね。透かしても。綺麗です。そして中の様子が全く見えない緻密な繭になっています。この7月7日のグループはこんな感じですね。彦星もそんな感じで綺麗な繭になっております。中はもう全く見えません。これも7月8日。あれ？ 8 日か。8日でしたね。でもこれ、天の川は7月7日の深夜に張り出しましたが、再度8日の朝に張り出したものです。あとは、こんな感じですけれども、これもね、8日の
4時から貼ったものですね。ちょっと太陽に透かしてもちょっと見てみますね。ぼんやり姿が見えます。でもぼんやりほとんど見えないです。では7月の9日の様子を見てみましょうか。9日に張り出したもの、ドデカですね。ドデカ。めちゃくちゃでかかったんです。が、こんなサイズになりました。ドデカを太陽に透かすと、皆さんに見えるのかな？ほとんど中身は見えないですね。では、7月9日の、夕方のメリーさんですね。夕方のメリーさんはこちらですね。ぼんやりと眉を張ってる感じで、煙に巻かれたような状態ですね。で、見えますかね？中でメリーさんが動いていないな。今休んでますね。ちょっと透かしてみましょう。見えますかね。こんな感じで、ああ、動いていますね。一生懸命頭を8の字に振って眉を出し続けています。頑張っています。ちょっと音を聞いてみましょうか。メリーさんの音が聞こえるかどうか分かりませんけれど、マイクへメリーさんを近づけてみます。パチパチと聞こえたら、それはメリーさんの、歩いている音かもしれません。というわけで、今日の蚕食堂は、皆さん元気に眉を作っている状態が分かった様子でお別れしたいと思います。この人たちがね、今日か明日ぐらいにまた眉になるかもしれません。ちょっと寂しいけど応援しています。それでは皆さんまたね。